マジすごい。超壮観だよね。うわ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 、すごいね。言うて平日月曜2時よ。お邪魔つか祭りまーす。これすごくない？これ。じゃあ、次です。フレット、オリケース。今回の企画は一泊2日北海道旅。はい、というわけで毎年僕らの夏故郷の北海道帰ってきてるんですけど、はい、まあ、今回も、はい、北海道巡ろうということで、で今オープニングが撮ってるんですけど、これは撮り終えた後です、うん、はい、ということで今回は一日中北海道を巡って、はい、まあ、夜はねお酒飲んだったりとかもして、もうラーメンも食べまくって、はい、北海道堪能しようかなと思います。はい、素晴らしい一日になります。めちゃくちゃ濃密な一日だったんで、はい、はい、今回2本立てでお届けしますんで、はい、皆さん僕ら故郷の北海道良さをねぜひ知ってほしいなと思います。お願いします。というわけでその模様ご覧ください。どうぞどうぞ。はい、タクシーで来ました。はい、もう1時間後ぐらいに北海道立つということで、はい、はい、まあ同様手続きして、まあ、バチコリと北海道向かいましょう。いや雨ですね。いや雨梅雨ですか、これはもしかして。もう来てるよね。うん、かわいそうですね、東京民は。いや、ざまお前明日帰ってくるからね。明日も雨でやつらね、こっち。え、そうなの。はい、いやでもなんか旅行行くときここ雨降ってるとさ、いやあなんかコスパいいって感じするよね。わかるわかる。まあ、というわけで晴れの北海道をお届けしましょうか。すごい人足先に。最悪だ、うん、いただきますけど。だってこの後食べんじゃん。例えばなんでビーチなの？安いから。いい新千歳空港到着です。いや懐かしい。もうさ、いや懐かしいの分かる。もう卒業しよう。ビーチは。いやビーチ卒業もう結構体バッキバキあったよね。まあ、うますぎだし。もうやめよビーチ。毎回さ、ビーチの値段一応見てみるかって見てみる。いや、安いから半額以下なんだよ。釣られるんよ。一人7000円で釣られちゃった、さすがに。安すぎなんだって、うん、けどね、いろいろ考慮した結果、やっぱりきついなという結果になりましたね。きついってから、パフォーマンスにも影響を及ぼすほどだったから、うん、体バキバキなんだわ。というわけで、はい、ここから電車乗って北広島に向かいます。まあ、北広島で言えばだと思うんですけど、はい、まあ、一旦札幌の手前にあるんで、北広島は。そうだね、はい、じゃあ、広島、ございます。お、買っちゃいました。普通に売ってますからね。これ何味って言うんだろうね。まあ、三ツ矢サイダーじゃないの。ああ、オレンジでもないよね、でも。三ツ矢サイダーはもうちょっとなんかカラメルっぽい味にした感じかな。いや、来ちゃいました、北広島駅。かっこよくない、みんな。右から清宮、山崎幸也、松郷、万中、伊藤博美、
野村くん。万中。万波中正。ちょっと頭見えてる。ああ、顔見えてる。ちょっと隣に飛んだって。マジで。え、待って、でかっ。でけえ。うわ、あのマンション買った人勝ち。やば。はい、というわけで、やってまいりました。F ビレッジ、エスコンフィールドでございます。すげえ、マジで人事だ、人事だ。僕は去年夏来たんで2回目なんですけど、やっぱ気持ちが違いますね、今年は。本当に。まあ、正直ね。もう2年で最下位の時に行ったんで。去年、今年はどうなることかって思ってたもんね。今年バカ強いんで、今、ロッテと同着2位ぐらいなんで。いや、スーパー強いよね、今の。そうなんですよ、超勢いあるんですよ。やばいよ、すごっ。今日は月曜日で、まあ、試合はないんですけど、まあ、試合なくても楽しめるのはやっぱエスコンなんで。なんかね、サウナ入りながら野球見れたりとかできるんですよね。そう、で、休みの日は入場料無料で、ベンチとかも座れるんで。あ、そうなの。席見えてんじゃん。いや、そうだよ。こんな風になってんの。もう自由に降りれるし。え、マジやば。これ勝手に入ってね、すごくない。確かにいいのかな、なんか入場料みたいなないこれですよ、5月21日グランドオープン七つ星横丁ウラルジェラーメンテラス全部うまそうじゃない、うん、ただまあ別に北海道はそこまで関係ないけど、まあ、エスコンで食べれるってやつ。いや、まあ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 、全国あらゆるところから熱心してきてるんで。でも食べたことないよね、全部。人類皆麺類系も食べたこと俺ないから。人類皆北海道、へえ、ね、ちょっと名前が変わってて面白いよね。でもすごくないこれ、マジで。マジすごい、超壮観だよね。え、ここで野球できるってめちゃくちゃいいよ。あそこにターイレムって書いてんじゃん。あそこ入りよ翔平とダル、うん、で、あそこサウナ、あれがどういうこと、これやばない、すごい、この握力。え、マジで近くない、本当に。やばい、本当に近いよね。危ないぐらい近いね。でもドームってさ、結構高いからさ、遠く感じたじゃん。そうだね。あとやっぱり屋根ないっていうのもさ、うん、本当いいよね。野球ってこうじゃん、やっぱ。いや、そうだね。いや、すげえ。しかも屋根閉めようと思えば閉めれるからね、これ。閉めれるの、これ。うん、閉めれるよ。わ、レジェンド級の方々。てか俺らが一番見てた頃、ダル、大谷、田中さんもいるから。本当だ。稲葉、あ、本当すごい、ね、小笠原、ヒルマン監督、右下は栗山さんか。栗山さんの上、梨田さん、新庄。あ、すごい、もうレジェンド級の人たちばっか。いや、楽しいな。やばいっすよ。試合があったらもっとすごいんだろうな。え、なんかこれお酒のあるよ。あ、そうだから、ここで工場があるんだよ、クラフトビールの醸造所。そうそう、俺ここに飲んだけど。ああ、そう、いい。楽しいね、ここまでもう酒なんか飲んじゃったらもう止まんないね。で、これ2階あったら全部見渡せるバルコニーみたいなのがあって、テラスがあってそこで飲むと最高なんですよ。きたー、11っていうのね。ハワイでかっこよ、かっこよし。いや、あのグローブ欲しかった。あ、なんか試合ある日しかないらしい、ラーメンは。うん、試合ある土日しかも。あ、そうなんだ、そもそも、うん、まあでもここがあるから、やっぱここにうめえホットドッグあるから。はい、ということでやっちまいました。ラーメンがなかったんで。ラーメンは、はい、ラーメンなかったんで、ちょっとまあ札幌行くまでのつなぎということで。確かにね。いや、でもシャウエッセンのこんなでけえホットドッグあるんだよ。すごいね、シャウエッセンドーンとか言ってる。そう、一番うまいもんね、ソーセージで。これ食べたことあるやん。あ、ソーセージうまい。いや、これで野球見ながらビールなんか勝ち込んじゃ日にはね、気持ちいいんだろうな、マジで。なんか北海道いいね。うん、そうだよ、マジで壮大だよね、本当に。やっぱり試合中もここに来て食べながら、ね、うん、ここで、うん、本当に、うん、でそこにサウナあるでしょ、うん、これさ、神宮結構行くのよ、ヤクルト戦に、うん、やっぱこっちの方がいいね、テンション上がっちゃうわ、うん、これな、試合負けても楽しいしね、実際。あ、そうそうそう、勝った方が楽しいけど、それは。こんな施設はさすがにないからさ、うん、誰でも来やすいよね、本当に。あんまり野球興味ないんだよなみたいなさ、でも彼女とか、うん、でも来やすいじゃん、こんな飯が見えて。確かにカップルで男が野球好きで女の子あんま好きじゃないとケース結構いいよ。しかも外はあれでしょ、コテージみたいなのを取ってそこでバーベキューとかもできるんでしょ。え、なんでもできるよね。なんでもあるよ。なんかいろいろ作ってるよね、今は。また
っからどんどん進化していくんじゃない、うん、あたりが。てかホットドッグってさ、ソーセージの調理器あんま高くないんじゃないですか。うん、シャーベッセンマジうまい。まあ、とりあえずこの後は北広島駅戻って、うん、札幌に向かいますか。ラーメン食べますか。思ったより遅くなっちゃったな。北広島から今あの札幌来まして、で車借りまして、はい、ラーメン屋向かってるところですね。来ましたね、はい、ついに。で今からもうね、もう電話で伝えてあるんですけど、信玄に行こうと思います。でん、まあ聞いたことはやっぱあるんじゃないですか。北海道に馴染みのある方は知ってるんじゃないですかね。まあカップ麺になってますからね、やっぱり。え、そうなの。スミレだから聞いたことあるのか。サイミ、信玄、うん、なってますから。あ、とりあえずあの信玄行きたいなと思います。まあ、札幌味噌ラーメンのもう代表格ですよね。本当はね、あのエスコで食べようかなと思ったんですけど、リサーチもリサーチ不足すぎて、あのね食べなかったんで。そのどっかだったな。うん、とりあえず信玄向かいましょう。近くですよ。うわ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 、すごいね。言うて平日月曜2時よ。すごいね。まあでも少ない方なんだろうね。もう写真見たら大雪でもさ、大行列だったからさ。正直寒いかもしれない。だから俺、T シャツこれともう一枚しか持ってない。上着ゼロ。上着と T シャツでバッグ入れてんの。いけるいけるいける、全然いける。しかもさ、その言い訳がさ、いや大丈夫でしょ、だってラーメン食べたら高くなるし余裕。そんな今から信玄で温まるからそれ。猿みたいな雰囲気ある。すごいね。20人、30人もいないと思うけど、20人ちょいぐらいかな。あ、じゃあ30人ぐらい。地味に1時間ぐらいかかる。いやでも今回マジで思ったのはね、北海道観光は大変。もう移動移動ばっか。とりあえずは新千歳着いてからあの1時間弱ぐらいかけて札幌に行かなきゃいけないから、電車でね。そう、やっぱお金もかかるし、ね、時間もかかる。でエスコン経由して、だって結局だって俺ら出発したの渋谷から乗って成田経由だけど、今回は、うんうん、6時40分のやつに乗って。そうだよ、エスコン行って今8時間経過してるから、この時点で何もしてないのに。何やった俺ら8時間。エスコンは楽しいんだけどね。ダルビッシュと大谷の写真撮っただけだよ。だから初めて北海道旅行行くってなって、まあ、3泊は本当に最低でも欲しいね。そうだね。であれも行こうこれも行こうってね、考えたら本当にね、移動疲れで崩壊するんで。そう、あとこれ車で運転してたらもっと疲れてたかもしれないし、さら電車の間ちょっと休んだりできてるけど、だから、ね、行きたい場所しっかり絞った方がいいね。だから1回で北海道堪能しようと思わない方がいいね、マジで。そうだね。はい、というわけで入店いただきました。1時間経たないぐらいかな。そうだね。うん、ああいいねー、ラーメンの種類。越後、信州、土佐、名前が面白い。ああ、終わり終わり、水戸。いや塩も醤油もいいけど、なんか信玄に来て味噌いかずして帰れんのかみたいなとこあるよね。いやそれな、裏面もあります。やっぱバターコーンが一番上に来るよね。あるんだ、やっぱあんだね。言うてはしごしたいから、ちょっとチャーハンご飯は今回我慢しようかなと思うんですが。いや行きたいけど我慢すか。いや越後信州あたりかな。いい、すっごい皿でかくない。でかっ。ありがとうございます。こちらです。あ、卵。あ、卵僕です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うわぁ。俺はもう北海道ならではのバターコーンでいきますよ。じゃん。めっちゃあるな、海苔。やばい。すごい、海苔の量がすごい。すごい、全部海苔になっちゃった。いただきます。やべえ。うわ、うま。俺のレンゲ取った。うん、ほんとコクがすげえ。センキュー。いただきます。うん、すごい濃厚。やっぱ甘みもあるね。これ白味噌だよね。うん、白味噌だね。うまい。うわ、待って、このスープ一緒だね。飲んだよ、麺いただきます。うめえ。うま。しかもデコデコ。うん、あんまりその脂感ないよね。ないね。
結構さ、なんかイカチラード入ってたよね。うん、スミレとかで例えると。え、スミレとちょっと違うね。具材で言うと、もやし、玉ねぎ入ってないか。あと、ひき肉とか入ってないよね。ね、なんか札幌味噌ってひき肉入ってるイメージだけど。ただでさえさ、これさ、めちゃくちゃコクうまって感じじゃん。そう、もうバター溶かされてる感じじゃん。そうそう、バターいらないぐらいコク強いんだけど、うん、やっぱいいね、よりクリーミーになるね。うめ、ん、え、うん、やっぱ味噌が一番好きかもしれないな。ネギ溶かしまして、ネギと一緒に、ただ今日唯一、はい、夜9時からあの山岡屋だけ予約してるんだよ。予約とかあんだね、山岡屋。毎回連絡してた。いやでも山岡屋は行ったじゃん、この前帰ってきた時に締めで、うん、飲んだ後に。あの時は普通の味噌頼んだんだよ。そう、特製じゃなくて。いや餃子の山岡屋も行ったじゃん。あで、味噌ラーメン山岡屋もあるんだよね。そう、味噌ラーメン山岡屋っていう、やっぱ味噌がうまいじゃん、味噌がうまいとされてるじゃん、うん、山岡屋って。でその中の味噌ラーメン山岡屋っていうのが北海道に唯一あるから、普通の山岡じゃなくて。そう、今回それも行こうかなと思ってた、うん、うまっ。2回食った食べやばいんじゃないぞ、まあ、食べようかな。バリングルうまいんだけど、食べる。うん、うん、うわ、めっちゃ味染み込んでる。うわ、味っていうか肉の味がうまい。うん、うん、うめえ。はい、ごちそうさまでした。いや、うまかった。うまい、チンゲ。やっぱ味噌ラーメンってもうあれだよね、もう、ザ王道な味噌ラーメンって感じだったね。いや、そうだね、もう、味噌ラーメンの教科書みたいな、ね、完璧な味噌ラーメンじゃなかった。なんかスミレとかの方がピリ辛だったり、ちょっとね、肉味噌みたいなのが入ってたり、うん、ちょっと、なんだよな、ちょっと油も強く多かったじゃん、うん、だからちょっと違うよね、やっぱり。なんか一番北海道のイメージに近いなんかラーメンだったんじゃないかと思いましたね。滑らかでコクがあるみたいな。麺一つ取っても具取っても、うん、スープ取ってもね、余計なことしてないよ。いやもうめちゃくちゃうまかったですね。美味しかったです。超心地よかった、飲んでて。いやマジうまかったな。味噌ラーメン好きだわ。すごいね。だって出てもまだまだ行列ですからね。いやすごいよ。うん、まあ、ちょっと並びはしましたけど、もうそれだけの価値が十分あるラーメン屋さんでしたね。はい、マジで美味しかった。はい、体も温まったということで。はい、温まった。はい、温まりました。だいぶ寒いよ今。さあ、ということで我々続きまして一元に行きたいなと思います。エビ味噌ですね。でなんかエビ塩だったりとかエビ醤油とかもあるらしいんでね。エビ味噌、エビ塩、エビ醤油の3種類から選べるらしい、うん、ちょっと味噌と他なんか行ってワケワケしたいですね。あ、確かに。せっかくならもうなんか、うん、俺さ、このお店さ、うん、千歳空港にもあるのよ確か、うん、けどバギックス混んでて行けないんだよ。だから札幌に来て北海道に来てラーメン食べたかったけど食べられなかった人とかが千歳空港で最後に、うん、堪能しようって来るんだけど、うん、毎回激混みなの。あ、それでもね、すごいよそこは。だからカップ麺とかで食べるしかないみたいな。はいはいはい、本当に名店ですよ。次のところは総本店ですからね、うん、やば。なんかさ、今まではさ北海道に来てもさ、うん、二郎系とかさ、うん、あと家系ラーメンに行くとかさやってたけどさ、今回やっと本当に札幌の名店に行ってるって感じだよ。そうだね、うん、今年に入ってね、スミレも行きましたし。そうだよね。最後に巡礼はまた別の機会かなという感じなんですが、ちょっと気分的にエビを食べたい、魚介を食べたい。そうだね、こっち来たからね。確かに催眠がなんか結構やばいでしょ、ここは。そうだね、催眠がトップだね。あ、スミレ超えなんだ、うん、あ、ここは空いてるぞ。お、狙い目でしたね、一元は完全に。ナイスタイミング。ていうか、信玄が混みすぎなんでしょ、単純に。やってまいりました、はい、ということで2軒目もうすぐでそこでした。マジ近いね。はい、3分、
まだ別になんか信玄もなんかイカチー油とかさ麺料とかじゃなかったから、確かにね、うん、全然 お腹すきすきのアハンだわ。まだ確かにお腹すきすきのアハンだ。香ってくるねエビ。うん、ほんとだ。え、すごい香ってくる。すげえ香ってくる。え、ニホヒがすごい。エビのニホヒが。ちょ、行こう。お邪魔つかまつりまーす。入店。お、テンションも上がってきたということで、はい、まだまだ夜長いからね、今日。てか全然食べたいんだけど、まだ。ね。だからやっぱ旅行気分だからさ。そうなのよ。北海道に俺ご飯食べるだけに旅行したりとかしたことあるから、うん、ぐらいやっぱ好きだよね、北海道飯は。じゃあメニュー見ていきますか。うん。スープそのまま、エビの風味はそのまま。で、ほどほど味わい。あ、3種類から選べるってこと？3種類からに、3種類のスープから選んで、さらに味付けの3種類から選べるってことね。すごいシステムだね。おもろシステムだね。後ろはさすがにエビおにぎりとか言ってこうかな。てかワンチャン別にもう飲んでもいいよ。俺が運転すればいいじゃん。いやいやいや、それはもう夜一緒に乾杯しようよ。それ、うん、それ面白くない。さすがにちょっと今やさわじゃなかった、相当。いや、それそう、普通に面白くない。全然飲んでいいよって、うん、それは後半にしましょうよ。確かに飲むのは。え、待って、これさ、むずいね。でもエビ感をめっちゃ堪能したいならそのままなんだ。うん。で、豚骨が足されていくってこと。あー、結構そのままで食べたいかも。味わいは？味わいは豚骨の割合が多いめなんだよ。はいはい。だから豚骨スープのエビ風味みたいになるってことでしょ。じゃあさすがに、じゃあそのまま、なんか我々はそのままの方がいいかもしれない。いや、どっちもそのままで。そうだ、塩とか味噌とかで分ける。じゃあどっちもそのままで、エビ味噌エビ塩にしましょう。いいです。エビおにぎり最後にドボンするんだ。じゃあ最後でいいかも、うん、でもエビそばなんかさ、うん、本当に北海道ならではじゃないかね。てか魚介ラーメンってさ、マジでなくない？その魚介って、まあ煮干しとかはあるよ、うん、例えばそのホタテラーメンとかさ、ないよね。ないよね、やっぱり。いや、てかエビ系のラーメンなんかあったことある？今までここ以外である？まあ北海道しか食べたことないね。えにしとかしか食べたことないね。 あれもそっか、きょうちゃんか食べた。あれはエビ味噌だから、きょうちゃんが世界で一番うまい、世界で一番うまいって言ったら、皆さんえにしやね。うまそう。さあ塩。あ、でも塩だな。ほら、ちょっとやっぱ薄いよね。思ったよりさ、ドロッとしてないんだね。あ、ほんとだ。でもさっきがドロドロしすぎたんだね、うん、なんなら。エビ爆弾。いや、すごいよね、エビの香りが。多分、エビガラとかさ、うん、多分濃厚に何時間も煮詰めたんだろうね。うん、エビの旨味ってやっぱこんなに出るんだね。うめぇ。コーンの味がする、マジで。え、うまっ。え、でも塩どうなるんだろう。どっちが薄くわかんないよ、うん、若干ちょっと白っぽいかなって感じ。いや、マジでやばい、これうますぎる。うわー、うまっ。待って、いや、これそのままにして正解だったかもな。えげつない、エビ感すごっ、ね、やっぱその豚骨が入ってない分さ、いつも豚群感じるけどないもんね、それないね。もう 100% エビだよね。だからもうこれ今まで食べてきたラーメンとは全く味が違うね。え、こう感じる、こう、バカこうだね、これ。で、これ麺はデホデ太麺らしくて、これはもう北海道麺じゃないんだね。そうだね、うん、で細麺もあるって言ってたよね。そうだね。桜伝部入ってるの珍しくない？桜伝部じゃないって、これ。これエビ？これエビのこうじゃない？これエビなんだ。虫さん桜伝部嫌いだよね。うん。麺どうなんだろう。いや、マジうま。うま。多分ツルツルタイプだよね。うん。うまい。うわ。すごい濃厚に絡むね。ね。しかもこのさ、桜伝部がさ、桜伝部じゃないですよ。このエビがさ、うん、結構絡まりやすいじゃん、そのペーストとか粉状だから、うん、それもいいね。ほんとだね。あー、これはやばい。、うん、あがうまい、うん、あーって発した瞬間がうまい。うまい、香るよね、鼻から。いや、でも確かお前塩で感激してるわけだもん。本来多分味噌でしょ。本当は味噌、多分
あれちょっとこっちの方が黒いね。でもあーそういうことね。うますぎない？こっちじゃないでも。おわ待ってこお。あーでもねこっちは繊細なこのエビと海鮮のねその風味塩気が感じるなっていう、ね、エビの優しいスープでしょ。うわーこうつつけがてえけどこうだけにな。うんでもまあ好みで言うと味噌かも俺。あそう俺結構塩かも。あマジで。じゃあお互い幸せやな。じゃあ交換する。うん。あマジか俺結構塩好きだわ。こんなんやっちゃダメなんじゃないの。あ今の青生地の声、うん、青生地の声で思い出したんだけどさ、うん、公式かどうかは未だに俺分かってないんだけどさ、うん、三大将が We Are 歌うっていう動画が YouTube に上がってて、うん、あるね。あれ見たことある。あれ非公式だと思うじゃん、うん、あれ公式だから。えあれ公式なの。あれラジオで実際3人がノリで歌ってみようみたいになったらしいじゃん。あれってモノマネの人じゃないの、うん、あれサビ行くよとか言うじゃん。あれ本物本物。あれ本物なの。おもろくない。あれ本物って聞いて聞いてみるとマジでおもろいよ。また赤いのね。これじゃあ黄色。あれ本物です。で、うん、俺も偽物 100% 声真似の人じゃんと思ったけど。声真似じゃないんだ。あれガチラジオの実際のシーンらしいよ。チャーシュー食べます。あ柔らかほろほろうま。ヤバホロ系出る、うん。うわすんごい味染みてるでもうま。溶けますね。うん。いやこれがあと5枚ぐらいあったら多分いつもの表情になってる。なってる 100%。 いやこの後にエビおにぎりさすがにやっちゃおうかな。ちょっと待って今味玉間違って食べちゃったんだけどうますぎた。俺も食べすぎた。うますぎた。みたらし団子みたいな味したから。ほんとだ変わった味ですね、うん、エビに使ってるからかな。なるほどね。じゃあチェックインしてちょっと休憩して、はい、夜のすすきの絵と繰り出す。あれしようよルームツアーいらな需要な。いやでもさ今回のホテルさ若干おすすめでもあるじゃん。まあ俺一回の、うん、1週間ケンタッキー生活1週間3食ケンタッキー生活した時にあの友達の結婚式があったから北海道来たんだよ。え その時に泊まったホテルなんだよ。1週間まあ3食ケンタッキー食べながら北海道来たの。うん北海道で食べたの。結婚式前日バレル食べて俺一室で何もしてないからね俺。その外に飲みにも行けないし。人間感は食べてないよ。ケンタッキー食って帰ったよ。帰ってだけで。ラーメンも食べてない、うん、はい届きました。エビおにぎりこれをもう入れちゃうらしいんですよね。ね入れてリゾット風だって。じゃあ入れます。はいお湯加減どうですか。あこれ焼きかな系じゃん。パンパンに詰まってんだよな。おはぎみたいな硬さあるんだよね。あーすごいね。あーそういうことやっちゃうんだ。あーやっちゃったね。あーうまー。うん完全にエビのリゾットだな。へえ。あーこの握りがうめえ。あうまそもそものお握りがうまいんだ。うんかわいい。米自体にもね、エビの風味ふんだんに効いてるんだよ。いやー、ごちそうです。ごちそうさまです。お腹いっぱいになっちゃった、もう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、というわけでゲンゲンって来たんですけど、いや、一元うまかったですね。いやー、エビ出汁がうますぎた。こんなに出るんですね、ねエビの風味って。いや、これはね、他のラーメンじゃね、替えが効かないんで、うん、これ本当に来てよかった。なんか北海道ならではだったんじゃない。ならではだね、確かに。こんなのが普通にあるのが面白いね、やっぱり。食べ終わった後のエビ感すごい。いやすごいです。いや結構満足度高いっすよ、お腹もね。そんなにいつもにもまして油入れてるわけではないのに。そうですね、まあ一応ホットドッグ食べていくからね。確かに、うん、まあだけども大満足な2杯いっぱいいっぱいいただいたということで、はい、ちょっとホテル行きましょうか。そうですね、はい、本日の宿行きます、はい。さあチェックインの前にセイゴマと懐かしい炎の鳥24。いやもう毎回ねセイゴマ来て思うんだけどね、本当にねもうセイゴマにしかないこういうつまみとかがねありすぎて、もう
結局やっぱすげえなと思う。大好きなやつじゃん、あなたが。うん、あ、出た。ブブカブってブブカじゃないやつだ。ね。出た。よくありえるこれ。なんかこれっていうやつないのかな。北海道にしかない。これすごくない？これ。焼き弁のエビ塩だよ。珍しい。出た。これ多分食ったことあるけどあんま覚えてねえわ。これね、さっき食べたやつ、信玄。マジで信玄。北味噌。初めて見た。うん。あ、これは純連ですね。エースコックの北海道じゃないです。たまたま風味を混ぜそうか。あ、これサイミヤ。待って、全種であるんじゃん。うん、セイコマってさ、結構オリジナルのお酒も多くてさ、これサワー系とか出た、このガラナサワーとかね。お、来た、出た、これ。あ、そうそう、これ俺がめっちゃ好きなやつ。ハイボール香りよるね。これマジ美味しかったわ。こういうね、メロンサワーとかもあるやつ。ガラナサワー、これ、セイコマハイボールあるんだよね。セイコマのハイボール缶。美味しい、これ。なんだ、めちゃくちゃうまい、これ。うまいんだ。うわ、しかもこの限定パッケージあるじゃん、クラシックの。嬉しい。限定なんだ。うん。夏だっけ。おいおいおい、もう全部セイコマオリジナルね、ここ。怖い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 。全部セイコマオリジナルです、ここ。今あれ、いくらするんだろう。あの伝説のパスタ？伝説のパスタ。あ、でも値上がりしてる。いや、でもそれえぐくね。138円だよ。それでもえぐない。いや、タラスパマンだ、ほんとすげえよ。えぐ安くね、マジで。はい、こっちのハヤトでした。いや、間違えました、さっきのところ。こっちでした。テストがね、何個かあるんだね。気をつけた方がいいですよね。ニューヨーク、あ、牧場商店でございます。はい、極サウ。よっしゃー、手上げで。はい、ホテルへ到着しました。いいホテルだね。なんか二人泊まれるらしい。あ、そう。あの、別部屋ですよ、さすがに。うん、さすがにね。確かにね。うん、で、誰か呼ぶことは可能ということだけ言っとくわ。だけど、あの、はい、セイコマで買ってきました。僕はあの、やっぱ帰ってきたらこれ第一回目に乗ってみたんですけど、クラシック、夏の新発売。それセイコーマートの特製ハイボール。こっちはやつね、セイコーマートの。すげえ、めっちゃうまいよ。じゃあ、次です。ありがとうございます。おぉ、ラーメン2杯食べたのマジ良かった。本当に食べたいラーメン食べたからさ。うん、なんか面白いラーメン屋さんとか行ったりしてたじゃん、やっぱ。まあまあ、そうだね。今まで、まあそれも YouTube 的には結構面白いんだけど、うん、本当に今食べたいラーメンはって言われたらさ、信玄とかやっぱマジ食べててなかったからさ。うん、食べてみたかった。結構長い一日なのに。レッドビレッジ行って、そっから信玄と一元行って、うん、ホテル来たって感じですね。リツカルトンに。リツカルトン設定明らかに違うけど、まあ、まあ、ということで、まだあの5時半で日の入りが7時過ぎ、7時8分とか10分とかって書いてたね。あ、長くなりました ね、 ね、日も。特に北海道でそれは結構すごいね。うん、でやっぱり夜のすすぎも、すすぎも夜の街じゃないですか。うん、行っちまえば飲み屋が盛んっていう、飲み屋、歓楽街、もうござれなんですけど、まあ、せっかくね今日は宿泊するということで、うん、この後ちょっと一休憩して、うん、夜のすすきの繰り出して、夜のすすきの繰り出すとか言ってるけどさ、俺ら右も左も分かんないよね、すすきのこと。うん、1時間ぐらい休憩しますか。うん、やだね、なんか旅行に来て休憩っていうの。でもね、俺すごい多いんだよそれ。あ、そう。俺結構旅行行くじゃん、うん、海外に行っても、うん、もう午前中朝からこう動いて、うん、で昼過ぎまでやって、めっちゃ疲れて眠くなっちゃって、うん、一回部屋戻って、うん、休憩して夕方ぐらいからまた出るみたいな。はいはいはい、あとその時差ボケとかも相まって、まあ眠くなっちゃって、うん、結果いいんでしょ、効率的には。うん、無理して。しかもさ、俺たちはさ夜また行きたいお店もあるわけじゃん。うん、で夜からまた楽しもうとしてるじゃん。そうだね。一個どんどん収縮していく感じだったらこのまま行っちゃうみたいな。うん、ここからもっと楽しみたいし、最後山岡行きたいとかいろいろあるから。そうね、その場合は休憩した方がいいかも。まあ本来もっと3時ぐらいにこの下りをやってるだったんだけど、3時間ぐらい寝て行こうかなと思ってたんですけど、ね、思いのほかやっぱね、北海道という大地を舐めてましたね。いや、そんな時間かかるか。別にね、ミスはしてないんだよ。うん、まあ、あるとすればエスコンフィールドにラーメンがなかったぐらい。本当にエスコンフィールドにラーメンがあったらいい感じで終わりそうってこと。いや、そう、そしたらもうちょっと早かったかもしれない。いや、エスコンフィールド楽しかったじゃん。楽しかった、うん、もうちょっと入れたかったね。はいはいはい、あのサウナとかも入れんなら入ってみたかったし。
いやでもね、一つ思うのはね、寒いです。夜の北海道、ビビりました。いや、だから行ったじゃん、同じで、うん、そう。てかさ、もう行くって言ってさ、飛行機取った時にもうその話したじゃん、うん、今北海道何度だろうみたいな。そう、まあ、10度だ、やばいねみたいな。9度ぐらいだったんだよ、マジで。で、なんて上着の一つ持ってこないの、結構意味不明なんだよ。マイナスじゃないじゃん。天気調べたでしょ、この車に。ドキドキのお楽しみって感じで毎回天気見ないんだよね、横の気が。ほんとに言ってる意味やばんなすぎる。でもさ、それまで毎日チェックしてたじゃん、北海道天気いいっぽいなみたいな。うん、だから1週間前でやめると、あ、よし、これ以上だって。だって、旅行前にさ、雨ってなったらさ、雨の前行かなきゃいけないじゃん。いや、これで雨って分かったらさ、うん、もうやれることも限られるなって思うじゃん。そしたら、もうリカバリできんじゃん、うん、だからさ、なんだっけ、箱根土砂降りだったみたいな。うん、そしたらもう2日目さ、ちょっと美術館を巡るようなプランに変えようとかできたりするじゃん。いや、お祈り祈るのかよ、うん、祈ったら晴れた、めちゃくちゃ。あ、確かにね。ちゃんとそういう変な成功体験を与えるからね。いやでもさっき地味に伝説のホテル通ったからなマジで。いやそれ、あの、察して、本当に言えないから。確かに俺らからは。でもさすがにあんなことあったら気になっちゃってさ、うん、本当に近かったんだよね、通り道だったから。そう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 、ちゃんとあったね。あ、ここなんだって。90分2000キロぐらいだった。安っ、びっくりした俺も。もう何なのそれ。でも安いんじゃないんだって、ここ奈良線だぜ。こんないいホテルなのに。いや、そうだ、大浴場とかサウナも、うん、めっちゃ広いのついて。すすきのってなんか安いんだね、意外と。はい、じゃあ6時半後編スタートということで、はい、はい、やっていこうかなと思います。お願いします。で、じゃあねーす。はい、にょにょっす。いただきます。ゲチパね。